カズキのおやさんへようこそ。本日は劣等感が強い人は人間関係が恐怖でしかないというお話をします。皆さん劣等感いろいろ持ってると思うんですけども、やはり劣等感強い人というのはとにかく人間関係を構築することが苦手です。嫌われたらどうしようとか、なんか変なこと言ってないかなってことを常に考えながらコミュニケーション取るもんですから、もういいやと、結局一人の方が楽と言ってね、友達作りとかをね、やらないって方が結構多いんですね。とは言っても別に孤独に強いわけじゃないんですね。むしろ結構孤独を感じたりとか、寂しいなって思う時もあると。そしてもちろんですけども、仕事なんかではいろんな人と関わらなければいけないっていうことはあるじゃないですか。なので、じゃあ劣等感が強い人というのは何に恐怖を感じているのかというのを今回言語化し認識することによって、じゃあどうしたら対策ができるのか、どうすればいいのかということをですね、お話ししていきます。この動画見ていただければ明日からコミュ力爆上がりとまではいきませんけども、人間関係というのが少しずつ改善して楽になっていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。というわけで、劣等感の強い人が人間関係を辛く感じる理由、一つ目が自己卑下です。もう自分のありのままを見られてしまったら幻滅されるんだろうなと、嫌われるんじゃないかなと、もう素の状態を人に見せられないですね。なので、もし自分の思いとかやりたいこととか言ってしまったら、なんかうざがられるんじゃないかなとか、嫌われるんじゃないかなってことを常に考えているわけですね。だから何かお願いされたとしても断れない。イエスマンになってしまうと。そして常に相手に嫌われないような言葉を選択しようって頭をフル回転させるもんだから、ああもう気張ってる状態、しんど、人間関係嫌っていう風になってしまいます。もちろんプラスの意味で考えたら、とても気配りのできる優しい人、人のことを常に考えてね、本当に優しくていい人だねっていう風になるんですけども、その状態がしんどいってなってしまうと、やはり人間関係を長い目で見て構築するというのがしんどくなってしまう、難しくなってしまいますので、劣等感が強いあまり自分を卑下してしまう、下に見てしまう、さらけ出せないという状態はあまり良くありません。そして劣等感の強い人が人間関係を辛く感じる理由、二つ目がサービス精神旺盛ということです。とにかく楽しますよと、よく思ってほしいという思いが強いんですね。せっかく出会った方には何か与えないといけないっていうふうに考えてしまうんですね。だからこそ、人見知りだったりとか劣等感強くて人間関係苦手っていう人の方がコミュ力が高かったりするんです。意外とめっちゃ喋るとか、え、人見知りなのってね、驚かれることなんていうことがよくあって、でも人見知り同士だと、あ、この人めっちゃ喋ってるけど実は人見知りだなんていうかね、よく分かったりします。つまり自分には全然価値がないと、でも自分を求めてほしい、必要としてほしい、会ったからには喜んでほしい、また会いたいと思ってほしいという気持ちから、もうサービス精神をいろんなものを与えるわけです。もちろんそれお互いがギブし合えてたらいいんですけども、あなたがギブだけで相手はテイクだけとかだと、もうどんどんしんどくなっていきますし、純粋に楽しめないんですよね。なので、あなたは楽しませなくていいんだと、ありのままでいいんだということを認識していただく必要があります。そう、別に人のためとか頑張んなくていいんですよ。あなたがまず楽しむこと、楽でいることっていうのを最優先に考えてください。それでいられる関係っていうのが本当の友達じゃないですか。とは言っても劣等感強いし、そんな簡単になくなるわけないじゃんって思いますよね。まあ具体的に、じゃあ劣等感ってどうやってなくすのっていうのは以前動画投稿しましたので、そちらで見ていただきたいんですけども、今回は楽に一緒にいて楽な人間関係を作れる方法というのを最後に紹介していきます。まず一つ目がですね、スモールステップで人間関係を作っていくということです。例えばいきなり友達作ってください、今からじゃあそこの街の人に話しかけてくださいって言われたらどうします？やだよね、無理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 って、そんな人見知りだしみたいな、声かけてなんか無視されたとかって怖いじゃないですか。そうじゃなくて、ネットっていうね、SNS っていう最強ツールがあるんです。例えばあなたが漫画好きだとしますよね。まあ僕の中で神漫画って言ったら、最終兵器彼女のナーバスヴィーナスっていう漫画なんですけど、まあそれは置いといて。例えばあなたの好きな漫画とか検索したら、それが好きですっていうのをプロフィールとかツイートで出てきますよね。で、もしなんかこの人良さそうだな、面白そうだなと思ったら、いいねぐらいから始めて、別にまだ関わんないと。で、いいねが返ってきたら、あ、いいねありがとうございます、ちょっと素敵な方だなと思っていいねさせていただきましたと、よかったら絡んでくださいみたいなね感じで、スモールステップで始めるわけですよ。で、もしそこで相手が返ってこなかったら、まあ、次行けばいいわけですね。まあいいか悪いかは別として、100人ぐらい相手にしたら、うわぜいいね返ってこなかったってのも気にならなくなるわけですよ。なのでインターネット SNS などで趣味合いそうだな、
という人とスモールステップでネットから絡んで、ある程度お互いのことを知っておけば、もしじゃあ会いましたとなった時もゼロから始めるよりはだいぶ楽ですよね。なんでまあ見方によってはね、出会い中みたいに言われるかもしれませんけども、こんだけネット普及してネットで会った人同士が結婚するなんて時代ですよ。周り見てくださいよ。会社とか小さなコミュニティとかだけで友達作ろうって思うとやっぱり限界がありますよね。ですので文明の利器はぜひ使っていただければと思います。そうすれば、まあ、スモールステップ小さく人間関係を作ることができ、気づいた時には気使わない関係だねっていう風にいられますので、ぜひやってみてください。そして2つ目がマニュアルを作るということです。会話のマニュアルということです。何喋っていいか分かんないっていうのが一番の不安だったりするじゃないですか。なので例えば、まあ、最初の段階でアニメが好き同士で会うのであれば、自分のアニメについて語れることっていうのをマニュアル化しておく、リストアップしておく。他にも相手の好きなアニメを聞くときにどういう質問したらいいんだろうっていうことをリストアップしておくっていうことをしておけば、当日会ったときにどうしよう何しようってことにならずに済むんですね。そしてその質問の引き出しっていうのがいっぱいあればあるほど、あなたが喋る引き出しっていうのがいっぱいあればあるほど、気使って一生懸命頭使いながら喋らなきゃいけないなんてことがなくなりますので、ぜひねマニュアルというのはね一度作っておくと便利です。またですね、雑談のノウハウっていうのがあるんですね。雑談が苦手っていう人も結構いらっしゃるんですけど、まあ、中身のない話を延々とするっていうのがまあ雑談ですよね。それをすることによって人間関係を構築するという方もいらっしゃいますので、雑談の方法という動画を以前投稿しましたのでご覧になってください。まあ、発達障害者向けって書いてあるんですけども、発達障害とか関係なく普通の人が普通にそんな方法あったかっていうような内容がねびっしり詰まってますんで、いや自分発達障害じゃないしとか思わずにぜひ見ていただくと、まあ、かなりいいです。そして最後3つ目が気にしないテクです。いやそれができたら楽だよっていう話なんですけども、ぶっちゃけですよ、嫌われていいんですよ。だって嫌われたら一生会わないんだから。もしネットでスモールステップで初めてマニュアル考えたとしても、なんかあったらやたらと高圧的だったとか、自分が例えば女だと知ったらなんか相手がすげえ色目使ってきてめんどくさかったみたいな、やっぱあるわけですよ。まあ、その逆もしっかりですけどね。で無理だなと、難しいな、この人とはちょっと気遣ってしまうななんてことがあったら、会わないようにすればいいわけなんですよ。だって他に人間いっぱいいるんだから。もちろん僕も嫌われるとか嫌がられるって嫌ですよ。でももし100人のアンチがいたとしてもですよ、1000人の人に好かれればいいわけですよ。ね、1人2人の人に嫌われたとしても10人友達作ればいいわけです。そっちに意識がいけば、この嫌いな人とか嫌な人ってのは目いかないですよね。そしてもし何か自分が失敗してしまったとしても、まあ、次の失敗に生かそうとすれば、あなたはどん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 スキルアップしていくわけです。もちろんね、コミュニケーション苦手なのに一発目最初から会った人ともう意気投合してずっと一緒にいるなんてことはまあないわけですよ。だって10年来20年来の友達って皆さんいらっしゃいます？いたとしても1人2人ぐらいですよね。そんなもんなんですよ。100人200人会ってると思いますよ、学校とか職場で。なのでそんな気負わずに、もうねありのままでいいです。あなたはそのままでいいです。ですので楽に楽しく人間関係というのを構築していってみてください。いやとはいっても難しい、理屈ではわかるけどっていうね、なかなか一歩踏み出せないという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、それもスモールステップですよね。今日はちょっと一人にいいねだけしてみようかなとか、もそんなんでもいいですよ。なんかね小さくでもいいから一歩踏み出していただければ、もう1日 0.1 ミリ進むだけでも10日で1センチ進みますからぜひ、勇気を出していってください。今日の動画がいいなと思った方は、イエムさんとチャンネル登録をお願いします。またですね、僕はほぼ毎日、ほぼ20時から YouTube ライブをやっております。まあ、悩み相談ですとか雑談で楽しくっていう感じでやってますんで、お時間ある方はね、暇つぶしがてら来ていただければと思います。まあ、僕もね、結構人間関係疲れるとかありますし、でも孤独は苦手だなとか、一人は寂しいとかって時もあるんで、まあ、めんどくさいやつなんですけども。まあ、そういうのをね、ライブ配信とか動画配信を通して、まあ、ちょっと埋め合わせしていこうなんてね、やっておりますんで、よかったらね、寂しいなって、孤独は嫌だって方は、来ていただければと思います。あなたの幸せ成功を心より応援しております。以上、かずきでした。